がうまいのがトウモロコシだよ。それも働くことで教えている。私はもう一つ、うちの従業員を採用するのに10年間学科試験やったことなかった。学校の成績がホテルの働くこのその最後のリトマス試験紙みたいにすることはおかしいわ。うちのホテルでコーヒー飲むのに微分積分が優等生になったら売れへんなんてことはあれへんねんけど、斜め角度から32度ぐらいからコーヒーを入れなんてやるからってことはない。今日なんて言うのけど、もう本当にいい加減なことを聞いてみない。はいって言って置いてみたいってことね。僕はやっぱり今申し上げたように学校というのは学校じゃない、その生徒働く者っていうのは全部学校の成績で全部取る。だから お母さんはなるべく人とめちゃめちゃ喋らんでもいいから学校で勉強ができて塾ができていい会社に入る、その前にいい大学に行っていい会社に入ることが人生の勝利者なの。父さん母さんは必死になってそれのために働くために電気も使うし暇も使うし、復活したらお父さんみたいになっちゃうから、とにかくお父さんみたいになっちゃ困るからいいふうに言って大学に行かないかんってこういうふうにやってきたから、あんたから俺は違う、ここ本当に役に立たんだろうか。本当に大学を出ておらなかったならこの子は働く価値がないんだろうか。これ真面目な話ですよ皆さん。それでうちは学科試験ないな、10年間学科試験ない、出会い頭でいい、これ面接よ、こうやって4人で5人ぐらいで今日入った君はどこだったって言って、ついてやって、はい、入ってフロント、この子フロントずっと働いてくれたら君と本当によく頑張って、うん、いい子です、ね、僕今喋ってることが嘘か本当かって聞けよ公園用に喋ってたのか、今日仕事と島さんに喋ってたけどあれは事実と違うかどうかこの子に聞けよ。今日多いな、あれこいつらよく出てきたのこの子に、まあ、ええからな子だったけどどういうかなここになってきたんだけど、うん、そういうふうに、なったらそれが嘘じゃないかどうかはその子に聞きゃいいんだけど、僕は学校の成績じゃない、能力じゃなくて熱意だと思った、働き方っていうのは。これ簡単なようなことだから多分難しいんだろうと思ったんだけど、僕はそれが一番大事だ。長所を見つけるために年に1回ずつ長所を取ってみた、働く場所も自分たちで一回考えてみようとも言ってみた。今申し上げたようなことをやって年に1回ずつ家族を呼ぼうじゃないか、父さん母さんじいちゃんばあちゃん呼ぼうじゃないか、12月30日10年間感謝の夕べってのをやってみた。じいちゃんばあちゃんが来る、父さん母さんも来る、旦那さんも来る、子供さんも連れてくる、200人の従業員で12月30日にはなんと700人が集まった。ずっとそこにじいちゃんばあちゃん来た、で家族が一緒になってそこでホテルの料理を楽しみ、ホテルのイベントを楽しみ、そしてホテルの部屋で泊まりということに、これ10年間やってみた。それなんでそれ僕やるのかって言ったら、働いているその子の家族を大事にしようじゃないかということをやってみた。それはどういうことかって言ったら、働いているところに家族を連れてこれるようになったら本物や、働いてるとこ見せたくないっていうなったらあかん、の働いてるところに一番大事な人を連れてこれるかどうか、それが僕はうちのホテルのやったら12月30日従業員とその家族の感謝の夕べの10年間やってきた。3時から始まって伊藤さんなんかが出たな、3時から始まって6時間やったな、6時間のイベントだね、2時間でも退屈するのに6時間もじじいとばば死んじゃったしんじゃない本当にこの公園も明日までも退屈しない、どんどん